さあ、途中で止まってしまいましたね。まあ、これ道の駅のとこなんですよね。ここは緩カーブがあるとこ。細いせいもあんやろな、フロントヘビーでなかなか曲がれへんで、ところから最近 の、 日本車のスタンダード の、 あの上についてるアンテナあるやんか、あのドルフィンなんちゃらとかいうあのやつアンテナあるやん、ドルフィンなんちゃらっていうアンテナ、あれってもう古いよな。マツダについてんねん、あれな、ドルフィンなんちゃらがついてんねんけど、あんなアンテナ、あれ BMW とかが最初についたんが、BMW とかについてんねんけど、もう15年か20年前からついてんのよな、あのドルフィンなんちゃらとかでアンテナで。今ってどうなんて言われたら、僕が持ってる6やな、僕の持ってる6シリーズってアンテナないのよ。アンテナないねん、あれ実は。でこのね、シャア専用オーリスも、シャア専用オーリスも実はね、アンテナ後ろに上にバーンってアンテナみたいなのついてんねんけど、あれ実はあれアンテナね、ダミーやねんが、このシャア専用オーリスのアンテナも。でアンテナどこにあんのって言ったら、フロントガラスに貼ってあんねん。これフロントガラスが、あのガラスにアンテナになる部分が貼ってあんねん。 BMW はね、リアのガラスかフロントガラスのとこにあんねん、アンテナが。この人何やねんこれ、追いついた途端急にやで、スピードが落ちたりなんか。ああ、ほら。ちょっともう助けてくれよ、頼むから。僕やったら何回も言うと、僕やったら言うとだけどな、後ろに追いつかれたら、僕やったら左ウインカー出して寄せるわ。当たり前やろ、お互い不幸やねんで。後ろからつつかれてる方とやで、追いついてる方とでどっちも不幸やねん。さっと譲ってくれとったらやで、スパーンって抜いていくんやろ。マツダやな、マツダの車ってね、800キロぐらい走ったのかな、800ぐらい走ってんけどね、そのままもう1ヶ月以上かなぐらいマツダの車置きっぱなしやねん、ずっと。マツダの件が国土交通省やな、国土交通省の調査が入ってから以降ね、すいませんの一言すらないから、マツダずっと置きっぱなしやねん。んでもう売ろうかなと思ったよ、マツダの車いらんから、そんないわくつきの車いらんからって言って売ろうかなと思ったら、兵庫に入って引き続き操縦をと。で売ろうかなと思ったらやっぱり100万ぐらいマイナスやねん。1000キロも走ってないのにやで、1000キロも走ってないのに
100万マイナスやねん。なんでやねんとか言って赤字やで100万。でも松田やめて違う車買おうぜみたいな松田やめて違う車買おうぜみたいなとこやねんけど、なあ、なかなか次の1台が見つかれへんねん。もうすごいよく走るとか、めっちゃかっこいいとか、そんな車ってないやん今も。で結果あれやね、まあ、あのかわいそうに一番奥にしまわれて、あの木のなんか、あの木の葉っぱとかがね、ぶわーっていっぱいぶわーってついてんねん松田。昼間かな、あのお昼とかにね、何あの本とか読まなあかんとき、本読みたいときに松田の車乗ってやで、松田に乗ってあのエアコンかけて、本読んでるだけみたいな松田の車だから、あの松田の車なんかすごいね、本が溜まってんね今。ちょっとチャンスあったら本読むときにエアコンつけてな、あの飲み物飲みながらあーって読んでるだけに使ってるっていうの。無駄な買い物やなほんま松田は。であれからね、何にも言ってけへんねん。またなんか電話とか会うたらね、あのご迷惑おかけすいませんとか言って、ディーラーの人はあのご迷惑おかけすいません言うてんねんけど、それすら言わなくなったもんな。あの正直お金の無駄遣いやっていうの、無駄遣い。近くに学校があるぞ。もうええねん。学校時代を思い出すな。ほんまにあの日本の会社っていうのかな、いけてないよな。昨日見たけどね、あれやな、国土交通省のね、国土交通省の、調査が入ったせいもあってか知らんけど、メルセデスがリコールかけとったな。メルセデスがリコール、やっぱりやってたんやみたいな。メルセデス外国車売ってるメーカーで唯一やで。メルセデスがリコールかけとった昨日、やっぱりやってたんやみたいな。これは近畿圏では問題あるで。特にあの柳瀬は、近畿圏の柳瀬はあのメルセデスしか売れへんからな、ドイツ車は。 BMW はあのこの辺に販売権がないからな。やねんけど、やっとんなみたいな。外国車ってリコールがかかりにくい構造なはずなんやけどな。あの持ち込みやん車、海外から持ち込みであの検査を受けるから。やねんけど、マツダの車もいらんねんけどな、正直や正直。能登半島にあのマツダは貸し出ししようかって言って一時言ってたけど、マツダの車もね、あのほぼ新車で渡そうかって言ってたけど、能登半島の人に。結局あの役所、その他関連する施設の人から会えて、あの貸したるからって使ってくれたらいいでって言ってんのにやで。あの結果あの何にも連絡ない。貸してほしいねんって言われたら、一人でも貸してもいいねんけど、一人だけ貸してやで。その人がその車占有したら、なあ、他の人が使うチャンスがないからって言って役所に言うたってんのに、あのわけわからへん、なんかあの寄付してくれとかお金で何とかとかって言うてんのが役所やんで、結果として何もしないねん。結局災害地域に寄付してもやで、災害地域に寄付しても結果24時
時間テレビやん。この言い方やね、今ね。災害地域にやで、義援金やとかなんとか言うて、寄付しても、結局24時間テレビやん。募金とか寄付とかやっててもやで、それをやってる人たちやん。やってる人たちが、結果、自分たちの取り分取ってから残った分しか渡せへんとかってなったんやったらやで、そら直にもお金持っていこうがええもんな思うもん。大事、僕でも思うもん、うん、けどね、能登半島まで行きたい、近くに学校がある、能登半島に行きたいけどな、時間が通じたら思い出すな。田舎からでもやで、能登半島まで行こう思ったら片道3時間から4時間ぐらいかかんねやんか、能登半島行くだけで。あーきついで、行ったらもう一瞬で終わって一瞬で帰ってこなあかんもんな。どうなんやろうと思う時あるもんな。お金かなんかをね、直接持って行ってやんか、地域の代表の人に渡していって、なんかで使ってくださいとか言ってやってもいいねんけどな、誰に渡すねんっていう話やろ。で、その人が、まあないと信じたいけどね、過去にあんねんけど、何かに使ってくれって渡したら、その人がポケットの中に入れて終わりみたいな、過去にあるからな。あといって、物買って物送ってもやで、どこに送んねんとかってな。あ、今も水道とかはインフラはもうきれいになったんやろうが、能登半島は思ったりすんねんけどな。なんか面白ないでみたいなところですか。それで余計にやねんな、荷物がバラで降りてんの。